目黒ハスと川口春奈がフェンディ提供番組でイタリアへ、それぞれの視点でファッションの真髄を学ぶ。目黒園、スノーマンと川口春奈が、3月23日に放送される日本テレビ、イタリアサント物語ファッショナブルのルーツを探るに出演する、イタリアサント物語ファッショナブルのルーツを探るは、イタリアローマを代表するラグジュアリーブランドフェンディが特別提供する番組。フェンディのジャパンブランドアンバサダーを務める目黒と川口が、フィレンツェでは職人、ミラノではファッションに注目し、それぞれの視点でファッションの真髄を学ぶ。目黒はミラノで著名なファッションジャーナリストのファビオ・アタナシオと対談し、最新のイタリアファッションについて学ぶ。さらにフィレンツェではスーツ職人や革製品職人の元へ行き、職人のクラフツマンシップに感銘を受ける。一方の川口は、ミラノで、ヴォーグ・イタリアの編集長と対談。その後、フェンディが本拠を置くローマのアクセサリー工房を訪れ、古代ローマ時代から残る装飾品を使って次の世代へと受け継ぐ職人たちと出会う。